皆さん、こんにちは、リセトモヨです。最初に注意喚起したいのですが、この間頭皮がバカ荒れちゃって、今回の動画 T シャツが終始汚いです。最悪。編集でどうにかしようとしましたが、無理でしたので、皆様お許しくださいませ。夏が一生帰ってくんないじゃないですか。もういい加減に暑いの飽きたよっていう話。空気読んで。っていうことでなんですけど、私ね、100回ぐらい花火大会に行く話、こすってると思うんですけど、メイクとかヘアセットが全く研究できてないんですね。期限が迫らないと焦らないタイプなので、1週間前ぐらいから焦り始めるんですけど、私は太ってるし、今肌も黒くて、何が私に似合うんだっていうのが、マジで分かってないんですね。今、この状態のまま浴衣着ちゃったら、ワンちゃん、みたいな感じになっちゃうじゃないですか。で、私がなんで夏を拒否したかって、汗をかいて、そんな感じになるのを避けるためだったんですよ。だし、そのまあ、彼とのデートまでに、ちょっとでも痩せて可愛くなったら、いいなぁ、私頑張ってほしいなぁっていう気持ちも込めて、そういう意味で言ってなかったんですけど、冷静に考えてまだ暑いし、現状でフルの美女を作り出す方が早いなって思ったのね。なので、今回はデブでも惚れる、浴衣のヘアメイクをやっていこうと思います。イエーイ！そして、今回ね、私がみんなに紹介したいものなんですけど、私が似合う浴衣のヘアとかメイクを AI に提案してもらおうっていうわけなんですよ。わかんなくなったら、第三者目線からの意見というか、AI に作ってもらった方がいろんな私と出るんじゃねっていうのも思いまして、そんなところに舞い込んできてくださったのが、じゃん！ピックピックって言うんですけど、めっちゃ簡単で、めっちゃ面白い AI の写真生成アプリなんですけど、先に言っときます。無料ダウンロードなので、いつでも、いかなる時でもダウンロードできます。正面から撮った自撮りを3枚以上アップロードするだけで、AI が自動的に自分の AI 分身を作ってくれるんだけど、ちょっと前もさ、他のアプリでさ、なんかこういうの流行ったやん。AI で自分、の顔はめて韓国系女子になるとかね、そういうやつのめっちゃグレードアップ版だと思ってほしいんだけど、最初の生成が40分ぐらいかかって、 AI 分身が生成されたらアプリのホーム画面からいろんなテンプレがあるのね。お気に入りの写真スタイルを選択できるので、自分のなりたい画像とか理想の写真を見つけるんだけど、めっちゃすごいのが AI で写真を生成してくれるってやつだから、テキストでなりたいスタイルを入力することができるの。その他に好きな写真を画像プロンプト、もうちょっとむずいんだけどね、画像プロンプトとしてアップロードすると、 AI が無料で似たようなポートレートを生成してくれるの。だから例えば大好きな推しの写真を画像プロンプトにしたら、顔だけ自分の顔になってるとかね、っていう感じで日常で撮れない写真を生成できるっていうアプリになってます。みんな聞いてくれてありがとう。 AI に作ってもらいました。こちらです。じゃん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 。とんでもない私が出てきて、まず一旦細くなってますよね。聞いてないんですけど、まあ細い方が嬉しいです。なんかマイナス50キロになっちゃったけど、浴衣のね写真がこちらになります。じゃん、めっちゃ可愛くない？私の最終的なヘアメイクの完成形を目指してこれからメイクしていきたいと思います。ちなみにこのコミュニティってところでも、既存のテンプレートを使って画像を生成できるんだけど、ここが中おもろいのがめっちゃ多くて、大量にダウンロードしました。 AI で作るから、やっぱメイクだけじゃなくてヘアスタイルも無限大の可能性で、子供からおばあちゃん、アニメキャラやイラストにもなれるって天才すぎやしませんかね。嬉しい、久しぶりにメイク動画できて。って言ったって、正直私のねメイク動画っていうのは別に美容系でも何でもないし、雑談多めにはなるんですけど、皆さん最後まで見てくれると嬉しいです。それではレッツゴー。最近ね、私ベビタピに入ってからめっちゃ垢抜けたねって言われるようになったんです。多分それは私的に振り切れるようになったっていうかさ、カラコンはこちらです、光飛びしない、ちょっとカラコンはこちらですとか言って美容系みたいなことしたけど、そんなやんなくていい。私はみんな自由でみんな個性があるからさ、本当に全てを肯定してくれるっていうか、全部個性だよねっていう風に捉えてくれるの。みんながみんなと会話してて思うのは、デブだから何？みたいな感じなの、マインドがね。もう一昔前の私だったらさ、考えれなかったし、いやいや、あんた可愛いじゃん。顔だけじゃないし、あんたって。やっぱね、周りにプラスなことを言ってくれる人がつくと、私のマインドも変わってきて、今まではちょっと挑戦できなかった服とか、まあ、フリフリな系統とかね、それこそ。ベビタピのさ、出勤の時とかやばいよ、私。可愛い服を見つけても、前はもう見向きもしなかったんだけど、今はもう、
大好き。だからめっちゃ嬉しい。本当に嬉しい。若干はこんな感じです。私のメイクポーチ。昔ね、ファンの人がお誕生日の時にくださった、今でもこんなボロボロになるまで使わせていただいてます。ありがとうございます。こちら、ウォンジャンヨの下地で、肌の色をブルベに変えていきます。トーンをアップさせて、ピンク寄りの肌にさせていくんですね。MBTI をね、ずっと喋ってなかったやん。自分の MBTI が何で相性がいい人はこういう人でっていうのはなんとなくわかると思うんだけど、コンシーラーなんですけど、ファンデの代わりとして塗っていきます。私の MBTI は、最近ね、変わったんです。最初は、ENTP だったの。ENTP っつうのが、討論者なんだけど、おそらく性格悪いのね。ENTP のね、そのね、弱みをね、ちょっと今から読んでいくんだけど、自己中心的、ルールを破る傾向がある、計画性がない、自信過剰、型破り、なんか頭おかしいとかね。サイコパスとか、なんか結構そういうことをね、言われてるんです。確かに私って、マジで結構そういうとこあって、弱みばっかり言っててもあれだから、視聴者も言ってね。頭の回転が早いとか、好奇心旺盛とか、柔軟な発想力、革新的で難題を解決しようとする意欲に溢れているとか、変わってるの、結構。私昔から自分で思ってて、人と違うなっていうかもうそういう思考もキモいやん。知って人と違うんだよね。最悪なんだけど、人と違うなって気づいた瞬間があって、小6の卒業式に担任の先生から一人ずつ漢字一文字を渡されるっていう最後の行事みたいなのがあったの。もう卒業式終わって最後の教室でこうみんなでありがとうみたいな、中学生になっても頑張ってねみたいな時に担任の先生からもらえるんだけど、みんなはなんか結構いい感じなのよ。心とか温かいとか、みんないい漢字をもらってた記憶があるね。私の番に来ましたって言ってもらった漢字なんだと思う？私がもらったの独特の毒だったんです。こう漢字一人とか、先生から言われたのは、あなたはなんか本当にあなたしかないものがあるみたいな。え？なんかあなたしかない考え方とか感性とかがすごいから、それを大切にしてほしいって言われて、その感じもらったのね。その時に普通に、何言ってんだこの人。見てたらごめんなさい。でも毒渡すのやばくない？まあでも普通に頭おかしいし、やっぱ癖強かったから当時からね。毒渡されるんだ私って思って、一人で心の中で突っ込んでた覚えである。毒？みたいな。すごい優しいねって言われることが今までめっちゃ多かったの。なんだけど、なんかその優しさって、本当にその人のためを思ってしてる優しさなんじゃなくて、優しいことをしてる自分が好きなの。結論優しいことしてるんだから優しいんだけど、そういう自分もいながら、常に、なんかもう一人の自分がいるみたいな。頭の中で、こう討論が行われてるみたいな感じなの。好奇心旺盛だから、なんかパッて思い浮かんで、普通に1ヶ月バックパッカー行っちゃったりだとか、自分がやりたいこととか、興味持ってることとか、すごい正直だし、めっちゃ素直に動くのね。私の人生だから、好きにしようみたいなマインドで結構生きてきてるの。っていう自分だったんだけど、切れ散らかしてる。自分も好きなんだけど、その慣れしっぽい感じで全然見られてたんだなとか、昔はね、全然思ってなかったの。めっちゃ謙虚だなって思ってたし、自分のことで。なんか私って意外と、なんかとんでもねえやつだったっていうのが、最近判明して、ENTP 嫌だわってなったの。性格変えたいなとか思ってて、まあ、変わんないんだけどね、どうせ。変わんないんだけど、なんか MBTI って、その時の環境とか関わってる人ですごい変わるって言われてるから、仕事のね、環境もちょっとだけ変わったの。もう一回やってみようって思って、やったら、この間変わった今の私の MBTI は ESTP に変わったんです。まあ、ESTP もなんか正直似てんの。なんか自分に自信がある自分が一番大好きとか、遅刻魔とか、ESTP はすごい自分が好きで、正直もんみたいな。と物事を過小評価しちゃうとか、ENTP と紙一重系、前向きで自由を愛する冒険家に変わったのね。でも本当に嬉しくて、まあ ESTP に変わりましたよっていう。私はすごい助かってるの、 MBTI ができてね。今まではこう例えば人間関係で合わなかった時結構向き合ってたのね。 MBTI ではっきりさ、こういう人とは性格がいいです、こういう人とは性格合わないですっていうのがめっちゃ出てんじゃん。だからなんかぶつかった時も、この人とは MBTI 多分違くて、まあ、全然価値観とか考え方全然違うんだな、じゃあしょうがないよねって思えるようになったの。全然理解できない人とかもいると思うの、普通に。 MBTI が違うからっていうのでくくってもらえるとありがたいですよね。みんなの価値観をそれぞれ尊重していこうっていうわけ。
セーリングはこれ使ってますよく。本当にマイナス赤字オープロモーションすぎるから ESTP のいいとことか探します。でもでもなんかまあ性格悪いってめっちゃ言ってるけど、それで言うと本当に心の底から私はそこら辺で困ってるおばあちゃんとか外国人とか助けますし、困ってる人とかは結構助けたいなって思っちゃうタイプ。今までの失敗談とかだと普通に友達に大量のお金を持ってかれたこととかもあるし、でなんかそれもね別にまあ今もう時効だし、なんならその時当時とかも別にその子のこと恨んでるとか全くなくて、じゃあ私のお金で助かったんだったらよかったねぐらいの気持ちでしかないし、気をつけないとその瞬間に起きていることに没頭してしまったり、度が過ぎてしまったり、敏感な人たちを無視してしまったり、はたまた自分の健康や安全を無視してしまう場合があります。起業家は全人口の 4% しかいないの？なんか YouTuber でさ ESTP あと誰いるんだろうね、めっちゃ気になるわ。でも元から変なやつでしたっていう、私を見ててさこいつ変だなって思ってたさ原因が解明できたでしょ。涙袋急に始める、こうがっつり上からパウダー重ねるのでもうそんなにってぐらいやります。 A の写真はあんまアイシャドウ濃くなくて際に結構寄ってる感じ、この感じなんでね、赤とか仕込んで赤とか茶色赤みたいな。全然関係ないけどこの間沖縄行ったんですね、ネキと。私はねそのネキと一緒に美味しいご飯をたんまり食べるっていうのがすごい私の幸せの中の一個の出来事なので、ネキはめちゃくちゃスタイルもいいんだけどすごい食べてくれる子で、私と同じレベルで食べてくれる子ってあんま世の中に存在しないから、存在がもう本当に嬉しくて、焼肉行ってくら寿司行って一蘭行ってカリクレープ買ってくみたいな、なんか本当にリアルでそういうはしごするのが大好きやったね。うめーって言いながらご飯食べんのまあ最近はねそれ控えてんの、お互い健康志向にちょっとなって、島行って帰ってきてからデキも今結構美容に気使ってる期間で、その爆食をねしなくなったので、この間ね久しぶりに2人で沖縄行くってなった時にもうさ久しぶりに2人で行く旅行なんてもう楽しみで仕方がなくて、これは久々の爆食いが開催されんじゃねみたいな、これ食べよあれ食べよみたいな、もうお祭りなのよ。で、もう、休憩でさ、何食べようかな、みたいになったんだけど、一旦、その、成田空港で、飛行機乗る前に、お腹空いたから、ちょっと食べて、飛行機乗ろう、みたいな。で、飛行機で寝て、起きて、沖縄でまた爆食いしよう、みたいな感じだったのね。だけど、なんかそのさ、成田空港のフードコートに行ったら、もう、いっぱいあってさ、なんか、ラーメン、うどん、タイ料理、マック、みたいな、寿司、みたいな、なんか全部揃ってて、大興奮しちゃってね、普通に。そんなこと言ってる間に、もう、時間が結構なくなってたの。だけど、ここまで来て、ラーメン食べないで帰れるわけないと思って、横浜家系みたいなラーメンをね、すすって、でもう、5分で食べても間に合わないみたいな状態で、しっかり明太子ご飯まで頼んで、結局、搭乗乗り遅れて、4万ぐらい払いました。そんな大食いで、コボコビジョスの当時の様子をどうぞ。うまそう。せーの。いただきます。うん。早すぎる。よくもうふざけないで。本当に。本当にふざけない。誰？本当にふざけてる人いますか？いないですよね。いないですよね。心の中で大きく手を挙げてください。はい、よかった。なんでこんなに食に対してがめついのかしらってもう100回ぐらい思ったわ。そろそろもうすぐ秋じゃん、食欲の秋になっていくわけでしょ。行きたいお店山ほどあって、ご飯食べるだけの人とか欲しい。まつげがつけました。一人でねロケ番組でしたくて、初めて降り立った駅でただ私がいろんなお店に行ってご飯を食べるだけっていう、どう？もう最近ねその企画しか考えられない。爆食いの旅。チークは広めにこう結構ポッてなるように塗りました。二重幅はさもうちょっと広い方がいいよね。やっぱリップはいつもはピンク系なんですけどちょっと赤め、これティルティルの08番いきます。お祭り系メイクだとやっぱ赤っぽい色仕込むとめっちゃ色っぽいよね。こいつがね結構赤、ほら忠実じゃない？めっちゃ。てか私矯正始めたって言ったじゃないですか、始めて1ヶ月ちょいぐらいなんですけど、どう？歯。
と笑った顔とか変わってきた気がするんだけど、前はめっちゃこんなんだったのね。今もめっちゃお笑いしたら歯茎全部出るんだけど、なんか平たくなってきた笑顔が。人中長、え、マジ私人中めちゃくちゃ長いの。結構忠実に再現してない。ハイライトはね、これです。ネーミングの03番なんだけど、このハイライトめっちゃゴールド系なんですけど、でね、私浴衣をね着たんです、練習で。その時にこのハイライトがもう夜でもめちゃくちゃ輝くの。ちょんちょんちょんって塗ると全然わかんないよ、画面暗すぎて。見てほら、このハイライトやばくない？めっちゃ超綺麗でしょ、ここ。ってことで完成しました。いや、めっちゃ可愛い。結構さ、ピンクのメイクばっかしてたからさ、赤み？オレンジみ？もういいですね。ってことで、今度はヘアメイクに寄せてきたと思います。マジで、ほぼ髪の毛結んだだけだった。ってことで、完成しました。どうですか？結構漏れてない？仕込みを忘れているわ。完成しました。え、めっちゃ可愛くない？てか、ツヤツヤ。可愛い！え、めっちゃいいやん。天才。え、私が最近変わったなって思うメイクのポイントはもう本当にまつげ、もうつけましか勝たん、本当に。はーい、ってことでいかがでしょうか。でもさ、ここ長いよね、めっちゃ。私顔の余白どうにかならんのかね。でもだいぶ可愛いのでギリハッピーということで、今回は終わらせていただきたいと思います。なんかイメチェンしたい時とか、こういう髪型がいいんだよなとか考えてる時とかは、自分にはできないけど一回 AI にやらせてみて、似合ってたらやってみるっていうのも新しい発見になるんじゃないかなって思います。もうなんか本当に新しい時代だよね、今何でもできちゃう AI で。ありがとうございます、本当今の時代に生きれて嬉しいです。私は最近いろんなメイクハマってるので、こういうメイク見たいですとか、毎日メイク見たいですとかありましたら、どしどしコメントしていただけるとありがたいです。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。